大人ドロップは、小学館より発行された、樋口直也による小説、及び、それを原作とした日本映画。子供から大人へ変わろうともがく、高校生の姿を描いた、青春物語。大人になった、主人公が高校生の頃のとある夏の記憶を、思い巡らせていく。漫画家の朝の意に、小が、小説のカバーイラストを手がけている。2014年4月4日公開。 監督は、飯塚健。主演は、池松壮介。ヒロインは、橋本愛。静岡県の高校に通うヨシは、一学期の終わり後の友人の初めから、同じクラスのアンズと一緒に出かけたいが緊張するため、代わりに誘うよう頼まれる。シャイなヨシは、気兼ねなく話せる女子、春が、アンズと友達だったことから、死の願いを打ち明けて彼女ズテに誘ってもらい、オーケーの返事をもらう。 次の日曜日、よし、し安津、春の4人で出かけるはずが待ち合わせ場所で言うとしが、安津とのやり取りで彼女を不機嫌にさせてしまい、計画は無駄に終わってしまう。氏は安津に謝罪して仲直りできたが、よしは、安津と、微妙な距離が生まれてしまい謝罪できないまま、夏休みを迎えてしまう。夏休みになって数日後、初めから、 アンズが夏休み中に高校を辞めるらしいと伝えられた、ヨシは驚き、後日彼女に手紙を出して会って謝ろうとする。和歌山県で過ごす彼女から、後日ヨシに返事の手紙が届くが、詳しいことがわからないまま別れの言葉が書かれていた。内容は違うものの初めにも、アンズからの手紙が届いており、彼女との突然の別れによしもしも気持ちの整理がつかない。 数日後、ゆと、氏は、和歌山の海辺のどこかで過ごしているという、おぼろげな情報だけでアンズに会いに、和歌山へ向かう。ゆと、氏は電車を乗り継ぎ、和歌山の、とある駅から徒歩で山を越えて何とかアンズがいる場所を、見つけて再会する。アンズから両親が離婚して、今は、親しい知人女性とのんびりと過ごしていることなどを、聞かされたゆとし、ゆは京と二人で話し、 彼女が好きな寒油ドロップを二人で食べた後、早く大人になりたいというアンズニヨシは、俺なんかより大人だよ。綺麗になったと告げる。アンズに好きだと伝えられないまま帰宅したヨシは、その後家で、だらだらと過ごし夏休みも後半を迎え、春から縁日に誘われる。はじめと二人でアンズに会いに行ってきたことを打ち明けたヨシは、春から彼女に好意を持っているのか問い詰められるが、 曖昧にごまかす。数日後、アンズから電話で親しい人が亡くなったことを聞かされた。ヨシは、いても立ってもいられず一人で再び彼女のもとに、訪れる。アンズと会話をするヨシは、夏休みが終わったら、彼女が東京に引っ越すことを聞かされるが、結局彼女に好きだと告げられないまま、夏休みが終わりを迎える。撮影は2013年6月に、静岡県の河津町。 伊東市、東伊豆町、下田市などで行われた。鉄道会社の伊豆急行も撮影に全面協力し、2014年2月には映画公開を記念して劇中にも登場する伊豆急行8000系を使用した大人ドロップのヘッドマークが飾られた特別列車が運行された。ありがとうございます。